なぜ襲ってこない？まさかあれで全てだったとでも言うのか？ああ、どうしたの弥生ちゃん。闇が、邪悪な魂が、いけません。この闇に触れては。お前はレオが倒したはずなのに、どうして？あれで死なぬとは。やっこさん、以前とは桁違いの殺気だ。今度は本気というか、油断も隙もなしってとこか。やるしかないってか。いくらでも何度でもよみがえればいい。父も俺も、そして子々孫々まで貴様と戦おう。そして何度でも闇に葬り去る。この機を逃すな。畳みかけるぞ。これからも精進して。強い。相変わらずのまがまがしさじゃの。あれは人のそれではない。あの尋常ならざる力は一体。あのまま戦い続けていたら俺は勝てたのだろうか。どうでしょう。負けないまでも勝つこともできなかったかもしれませんね。そんなことラディウスだったら。いや、ディシャナの言う通りだ。今の俺ではよくて差し違えることしかできなかっただろう。ラディウスだからといって自分を卑下することはありません。覚えておきなさい、ラディウス。負けなければ勝ちなのです。そのことを良しとしないのであれば、強く汚れのない魂を紡ぎなさい。いつか人の力が神をも超える時が来るでしょう。どうやらいろいろと訳ありらしいな。まあのう、運命と呼び、その一言で片付けるにはあまりにも酷なのじゃが、それでも運命としか言いようのない定めじゃ。そうか。闇は去りました。弥生の言う通り、最も重要なこと、それはこの大陸に広がっていた邪悪な気配が消えたということです。あとはこの大陸の人々に任せておいてもいいでしょう。行きますよ、ラディウス。ああ。やはり私には大きすぎて、けれどもう少し頑張ってみます。はいつからご覧になっていたのですか？恥ずかしいです。このような姿を。そうですよね。大きくて少々食べづらいですけれど、丸ごとというのは贅沢なことですし、このようにして食べると美味しいですよね。